すだりを強し、朝倉みくるが嫌いな理由を、インスタライブで暴露するも、理由がくだらなすぎて、炎上する。いつもなら擁護する平本も、さすがに理由が青すぎて、無視されてんじゃねえか。えー、どうも MA ランカーのコウスケです。 今日はですね、えー、ちょっと昨日話題になって、えー、もう今もね、トレンドで入ってるんですけど、スダリオですね、インスタライブの方でですね、えー、朝倉みくるが嫌いってことはもうずっと前から公言してたんですけれども、ちょっとその理由を具体的にね、インスタライブで語ってんですけど、その内容、内容がね、あまりにもくだらないというかね、何言ってんのっていうツッコミが多すぎて、非常に炎上してるんですけど、ちょっとそちら深掘りしていきたいと思うんですけれども、えー、まずことのおったままあ、インスタライブで行われたこう、こちらなんですけれども、え、郷田拓オさんとかツイートでね、えー、こちらを上げて、で、これが、 炎上しだしだたとどういうことかちょっと見ていきたいんですけれども、まず最初こちら。朝倉兄弟に関しては、ね、終わっっててなと思ってますよだから彼ら彼がね何何を言う成成功功ししビジネス俺人として終わってると。思ってるんで兄弟は人と何 YouTube でビジネスで成功しようと思うが、おそらくもう人として終わってると。人間性に問題があるっていうことを言ってるんですけど、な、何があったのっていう話。何か、おそらく朝倉兄弟とスザリオの中で何かがあったんだよなっていうことを、すごく深掘りしていきたいんですけれども、こちらですね。まあ、こちら一番大きな、まあ、挨拶問題ですね。

なのにもとと、えー、とされたということですねまあね、俺、俺様が出向いた、ライジンヘビー級、期待の星、スザリオ、俺様が出向いたにもかかわらずね、チンピラの殴り合い、ブレイクダウンに行ってやったにもかかわらず、なんだ、挨拶もねえのかよと。俺が出向いてやってんのにっていうことなんでしょうけど、まずまあ、ツッコミどころが 多いのがまず年齢がスダリオ確か26で朝倉ミクルが30でカイが28か29ぐらいですよね年齢がまず上とで要は総合に参戦した格闘技にね参戦したキャリアも全然朝倉兄弟の上ですよねただまあゲストだからいやいや挨拶しろよってことなんでしょうけどねおそらく年齢とかキャリアは関係なくゲストだからまず目があったら挨拶しろよってことなんでしょうけどもちょっとねまず年上が年下にいきなり挨拶するっておかしいね日本の風習としてはやっぱ目下のものが目上のものに挨拶する 当たり前ですから。これ朝倉兄弟なんであいつしらいいんでしょうかね。あ、はじめました。朝倉と申します。いつもあのライジンでご活躍を拝見しております。今回は来ていただいて誠にありがとうございます。っていうわけねえだろこんなこと。ちょっとねスザリオちゃんこれは痛いぞと。でこの後とね、えー、こちらね、えー、見ていきたいと思うんですけど、あとね朝倉海の話ね。朝倉みくルはあちょっと嫌われてるけど海はねいいんじゃじゃないかっていう話なんですけれども。朝倉海さんはまだマシだと思ってました。ね朝倉海そう俺もねそのなんつうんだろうまあいろんなところでやっぱこう朝倉海の方 まだいい子だとか、なんかこういろんな人に言われたんですよ。よそしたら、なんか。僕もそういうつもりでね、いたんですけど、朝倉海もね、目合ってスルーされたんですからね。朝倉海も目合ったらスルーされたということで。まあ、でも朝倉弟って言っても、二三歳上でしょ、朝倉海の方が。あの時はこいっ。 つらのためになんか、なんか来たのかと思うとね。面倒くさいなあ、か、行くの嫌だなと思いながら、行った、その自分の気持ちが、ちょっと、あれなのかな、その要はゲストでスダリオが行ったってこと。そう、スダリオは、まあ、仕事として行ったのかもしれないですね。もしかしたらね。で、溝口さん経由でスダリオは招待されたって言っても、その、要は朝倉兄弟がスダリオに来てほしいから。やったんじゃないか招待したってスダリオは思ってんだけど、にもかかわらず、目あったのに、目上でも挨拶しなかったと。で、朝。 兄弟の方は別にまあどっちでもいいのかなっていうスタンスだったのかなもちろんね来て望まざる客。 だったっていうスタンスだったのかもしれないですね。でね、これを上げまくったゴーダさんがスダリオにブロックされたということですね。で、それの前にね、結構スダリオがね、いろいろ、ま、出現して、で、ちょっとね、こういうことで自分を今しめめてるツイートは結構多いんですよね。で、これは5月8日なんです。います。もう変な人たちは相手にしないと。自分の道を突き進む、応援してくれる人たちに、不快な思いをさせてしまうので、思っても書きませんと。いうことでね、もう以前からね、なんか、出現して、やっぱこういうことやめようって言ってんですけど、<laughs> インスタライブ で行っちゃったのとあとその当日ねこれも消したやつなんですけれどもこれも多分ねまた平本と同じでまあこれもおそらく来人サイドに消せって言われたのかなまあ多分スポンサーから関係者が言われたと思うんですけどこちらねすだりを結構たほめて嫌われてるぞ朝倉信者キモいと挨拶だけで嫌いになったとか前後の言葉切り取ってお前ら汚ねえマスメディアがよ気色悪いゴミどもだなとまあこれ俺のこと言ってるのかなでもねまあ、全然信者でもないんですけどまあただ挨拶のことはねその挨拶しないぐらいで嫌いな っていうのはやっぱりこれ思い出してやっぱ島田晋介思い出しますね。東京03にあのぶち切れた島田紳介と。やっぱね、そうするとね、まあ、紳介にしろ、すだりにしろね、ちょっとね、怖いんですよ。やっぱそっちの筋の人とちょっと絡みあんのかなみたいな感じしましてきますから。で、まあ、これの後ね、これを消した後にすだりを。えー、俺ほんとバカだな。また変なのにまんまと乗せられしまったよ。変なのでもないからね、これ別にこれ、ライブだから、まあ、いろいろこう、ねほりはほり聞きたいのがね、ファン心理ですから。えー、俺って語彙力ないよ。だから、言葉の表現うまくできないし、別に変に囚われるから押しちゃく そういう意図でいっ。 たのではないのかな。ただ、これに関してはね、思いっきりが挨拶してこなかったから嫌いって言っちゃってるから、言葉の表現が下手とかじゃなくてね、もう理由がちょっとやばいですよね、みたいな感じですね。嫌いな理由は別にあるけど、俺バカだから信者にうまく使われるだけだし、公の場で言う必要なかったと。ってことで、さっきのツイートを消しましたと。まあ、挨拶以外にもあったってことか、それはちょっとなるほどね、逆に知りたいですね。でね、まあ、スダリオのね、挨拶事件、挨拶で嫌いになったっていう話なんですけれども、まあ、ちょっとね、高野富士ですね、元は相撲会の高野富士だったんです。高野富士時代はね、結構。 すごかったと。いうことで、自身はどうだったのかって話ですけど。高野府に今年5月か7月にかけ、新弟子4人が言いつけられた仕事を忘れたり、失敗すると、お前障害者かと暴言。さらに障害者あっちに行くと繰り返した。さらに物覚えが悪いと判断した新弟子3人に、それぞれ、鶏ひよこ地鶏とあだ名をつけ、おい、鶏と呼ばれた新弟子が、はいと答えりゃ、はいじゃない、こけとえ、こけとええと、つまり嫌がらせしたという。鶏肉が好きだったのかななんか鶏肉が好きで、ちゃんことか、もう鶏めっちゃ食ってたんでしょうね、これ多分ね。 31日に月々人が自分より先に風呂に入ったことに腹立て、えー、額に鉄拳製剤と先に風呂に入ってお先ごっつさんですもうないのかと叱ったというとそういうことでまあ挨拶に非常にうるさいやつ ということですね。まあね。非常に怖い人ってことですね。高野富士。ね。スザリオはね。でね、本来まあ、こういうふうにね、荒れると、スザリオと浅倉美久留の話になると、例のあいつがね、えー、援護してくるにもかかわらず、平本蓮がですね、全くスルーを決め込んでいるということでね、これはさすがにフォローしようがねえなっていうか、平本陣営もね、えー、挨拶来なかっただけで、えー、嫌いになったっていう、 こう、スダリオのね、あの理由はね、さすがにこれはね、あの、フォローできねえなっていうことでね、え、ガンムシを決め込んでるってますね、これね。むしろこれ来たのがね、この パンちゃんから訴えるぞって来て、なんともないっていうことで、まあ、もっとすごいネタをぶち込もうとしてるんですけどもね、まあ、パンちゃんがね、大学生の記者やストーリーさんを訴えるっていうようなね、ニュースも特に入ってないしね、まあ、その後新作 T シャツということで、えー、ちょっとね、スダリオに関してはね、いつもは、平本レンガに火星に来るにもかかわらず、今回はね、さすがにフォローのしようがないということでスルーされるということでね、挨拶ね。まあ、でも、あれなのかなやっぱり、スダリオには上の人でも、目上の人から挨拶しに 聞かないといけないんでしょうかねという話なんですけれどもまあね僕もやっぱりね、えー、人と会ったらすぐにね目上でも目下でもすぐ先に挨拶をしてね人間関係を円滑にしていきたいな,ぁなぁと思いました、えー、ということでね、えー、本日はしざりを強し朝倉美久留が嫌いな理由をインスタでライブで暴露するも理由がくだらなすぎて援助するというお話になりました、えー、こういう形でね MMA ランカー毎日ね、えー、全格闘技ニュースを網羅してお伝えしていきますのでよろしければチャンネル登録こちらの方ですね、えー、していただけると非常に嬉しいです最後までご視聴いただきありがとうございました